とあるスタジオでレコーディング作業をしている DJ はじめ、思い描いた楽曲のイメージを形にしたいがなかなかまとまらない。基本的な流れには納得しているが、ラップの強弱がどうしても気にかかる。どこかで違いを出したい。くれちゃん、わかりました。僕、いつも流行ってる、いつも変わんねえのところを、もうちょっと抑揚つけたら、もうバッチリだと思います。あ、了解っす。はい。こっちはいつもいつもやってる、いつも流行ってる、いつも変わんねえスタイル、崩さずまだ戦ってる、分かってるふりしてたい、したことない奴らとしっかり相対して、外はあったこともあったが状況は、さっきのがいいですか。俺こっちも好きっすよ。 ありがとうございます。むしろクレちゃんの、いや俺はこっちの方が良かったっすよ。うん、じゃあしたらちょっとこれ一回すると聞いてみていいですか。へい。納得のいく形になった。早いなーやっぱ。現在人気のラッパー3人を起用した今回の楽曲、1人目の収録を終えてからは描いたイメージがより鮮明になったのか、収録のピッチが上がる。すみません、半分まで OK です。半分からやらせてください。お願いします。瞬発力すごいね。瞬発力すごい。1秒目から結構グッとくるもんね。ビッグネームのアーティストが複数参加する楽曲の場合、スケジュールの問題で別々にレコーディングを行うケースが多いのだが、今回は過密スケジュールを縫ってでも3人で行う理由があった。途中で立ち止まれば今日はない。ありがとうございます。いつも一本取って、両極端とも言えるスタイルのこの二人、実はこの日が初対面。互いが知っている先輩アーティストの話で盛り上がる。昨日でも先輩でしたよ。僕まだ書けてへんって言ったら、自分が書いたリリックを録音して僕とこに送ってくれて。マジで、プレミアでしょ。結構優しいね。マジだな。2人の共通の先輩ラッパーがダボ、少し遅れての参加になったが、実力と経験でほどなくレコーディングは終了した。3人の個人のパートのレコーディングが終了し、ここからはヒップホップ用語でフックと呼ばれる曲のサビの部分に取り掛かる。出来上がった脳内でガッチリ。結構あれですね、フックないタイプの歌ですよね、これね。ぽいよ ね、なんかフックないタイプの歌だけど、あった方がいいと思うから難しいんですよね、これ、はい、でも結構バースの感じとか3つ聞くとないタイプの。そうだから、ね、完全にこう我々自分らの作品として出すんだったら、本当スクラッチとかで、うん、なんかはめちゃいたくなる感じはある、ね、うん、ただ、考えてください。俺なの。俺じゃないんじゃないですか。わかんないけど、うん、でもなんかそうなってくるとあれ。楽曲の印象を大きく左右するフック、互いの個性がうまく混じり合い形ができていく。思ってたけど、全然チャンスがなかったから洋服屋さん開いたっていうの知ったから、これ直に会いに行くしかねえなって思ってたんすけど、いつかこう会えると思ってたから、それが曲で会えたのがすごい嬉しいです。いや、なんかラップやっててね、
アラキ気になってなかったら多分やってないんだと思うから、ラップ違うラップやってるんだと思うし、知ってないといけないし、聞いてなきゃいけない人だと思うから、それは当然だと思うんですけど、いきます。アラキさんはいかがですか。楽しかったです。趣味で始めた DJ、 ふとしたきっかけで仕事になり、今や大物アーティストたちのプロデュースをするまでになった。楽曲との出会い、人との出会いを重ねて今に至るのかもしれない。ああ、俺にとって DJ とは、一番の趣味であり仕事って感じです。はい、今月のマンスリープッシュアップはレペゼン広島の T。 私 TEE はですね、 TEE とか T はですね、7月21日メジャーデビューが決定しました。ありがとうございます、まあ、もちろん超えなきゃいけない壁とかもあると思うんで、日々成長ってことで、そのフィールドで本当に頑張っていきたいと思ってます。今年ですね、 TEE が夏大暴れします。いらっしゃい。俺の曲にはね、いろんなテーマがあるんですが、 Make it crazy, make it happy, make it sad, make it cry, you know、 そういう曲になってるんですが、これは今年の夏はもうテーマは海夏っていうね、そういうのを感じられて、あなたの夏のテーマソングになればいいかなと思っております。7月21日発売、3度の飯より君が好き、どうぞチェックしてみてください。それではナイトクルージングをご覧の皆さん、またライブで会おうぜ。はい、チェックです。